女優の吉井玲34歳と俳優の山崎茂則42歳が11日に結婚した。同日、それぞれのブログで発表した。いつも応援してくださる皆様へのエントリーで吉井は11月11日、俳優の山崎茂則さんと入籍いたしましたと報告。山崎とは、仕事を通じて出会い、昨年共通の友人を介して再会、その後、交際に発展したことを説明した。彼は優しさとユーモアに溢れ、何かと考えすぎる私を受け止め、前向きな気持ちに変えてくれます。いつも素直な自分でいられ、自分には難しいと思っていた結婚というものが、彼と出会い自然なことだと思えたのですと明かした吉井。これからも公私ともに精進しながら、日々笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。と決意を新たにし、まだまだ未熟な私ではありますが、今後ともよろしくお願いいたします。と呼びかけている。同時刻の更新で山崎も、交際1年が経ったのを機に結婚の運びとなりました。と報告。彼女はとても家庭的で自身もお仕事をしながら、だらしない私を献身的にサポートしてくれます。と言い、何よりコロコロと笑う彼女の笑顔にいつも癒されています。と吉井の魅力を紹介。最後は、改めまして、山崎茂則結婚いたしました。こんな私でも幸せになって良いですよね。とファンに問いかけつつ、今後も人として、役者としてますます精進いたします。よろしくお願いいたします。とブログを結んでいる。吉井は1996年に14歳でデビュー。アイドルとして準風満穂の2000年、白血病で倒れる。約2年の闘病生活を乗り越えて、2002年に芸能界に復帰。山崎は1995年に舞台、緊急美人でデビュー。ドラマ、電車男、ラストフレンズ、映画、ルーゾーと7人の子分たち、東京フレンズ、など多方面で活躍する。